こんばんは、ベルベル人の奇跡です。本日もオンラインスターにアップする商品をご紹介いたします。これから紹介する商品が、明日13日の21時にアップされる商品です。お問い合わせは掲載後にオンラインスターにお願いします。詳しいことは概要欄に貼ってあります。ご確認ください。本日も T シャツからですね、紹介いたします。まずヘンズビーフィーの L 表記ですね。 100% コットンです。アメリカ製ボディで、Born to be Wild と入ってますね。1996年と入っております。このボディなのでもちろんソネストシングルステッチです。はい、人気高いシルエットいいボディだと思います。こちらで、6800円と消費税です。続きましてこちらですね、グレーボディです。はい、ラッセルの金タグでミディアム表記ですね。グレーのバインダーネックに、ウィングホイールズと入ってますね。はい、飛行機だったりタイヤのグラフィックが入っております。バックアム地ですね。金タグのラッセルちょっとタイトです。僕でピタッとなるぐらいのサイズ感だと思います。お値段が6800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらのヘインズのボディです。表記がラージですね。ネイビーのボディにレッドソックスのグラフィックが入っております。97年のコピーライト入りです。はい、ちょっとした仕事もありますが、全然フェードとかはしてない、いいコンディションかなと思います。こちらで6800円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、L 表記となっております。はい、で白ボディに水色とブラウンのグラフィックですね。ラバープリントで3段入ってます。はい、白ボディですが特にシミ等は目立たないです。 L 表記ですね。ちょっと着丈は長めのボディかなと思います。お値段が6800円と消費税です。続きましてこちら水色のボディですね。薄くなってはいますがステッドマンボディの L 表記です。水色のボディに1983年ベアロビクスっていう可愛らしいグラフィックが入ってます。はい、バックは虫です。こちらで僕が合わせてちょっとゆったりするぐらいの袖は短めの、シルエットですね。6800円と消費税です。続いてハーレーティーですね。こちらミディアム表記 100% コットンでしっかり USA 製の袖裾シングルステッチですね。ハーレーのウィスコンシンと入ってます。1996年ですね。バックにもグラフィック入ってます。ハーレーティーミディアム表記ですが、意外と大きめの作りです。僕は全然ゆったり着用できるサイズ感です。6800円と消費税です。続いてこちらですね、ビーフィーのエクストララージ、こちらタグバキバキですね。デッドストックのコンディションだと思います。はい、そしてカリフォルニアの、名産というか観光地だったりも入ってますね。ちょっとしたシミ汚れがありますが保管時のものだと思います。あれば全然落ちると思います。 XL のデッドストックかなり大きめです。お値段が、6800円と消費税です。続きましてこちらですね、タグクシャッとなってます。はい、で印字も読み取れないですね。ただ黒いタグが残ってます。はい、ベージュのボディに胸元にこちら染み込みのプリントですね。80年です。そしてバックに、はい、オレンジ白ネイビーのプリントが入ってますね。表記あったとして L 相当かなと思います。お値段が6800円と消費税です。続きましてこちらですね、デルタのミディアム表記ですね。はい、アッセンブルドインホンジュラスのボディになってます。はい、そしてフォルクスワーゲンのグラフィックですね。フロントに3つ車が並んでいて、でバックは後ろ側から見た車のグラフィックになってます。全体的にフェードと少し小穴があるコンディションではあります。ミディアム表記、僕がちょっと言ったりするぐらいです。お値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね、スペシャルです。フルーツの、L 表記ですね。5050のボディです。イエローのボディにルパンのプリントですね。はい、やっぱりアニメ系ジャパニーズアニメーションかなり人気が高まってきているところっていうのもありますが、ルパンは全然出ないとスペシャルだと思います。こちらは着丈は結構長めのシルエットですね。お値段が79800円と消費税です。続きましてこちらスクリーチング、ウィーゼルの、プリントになります。
こちらフルーツのツルタグ L 表記ですね。スプリッチングウィーゼル、アイルランドとかのバンドらしいです。あんまりメジャーどころではないと思います。1994年の、はい、コピーライト入ってます。フルーツの L 表記、フルーツボディは着丈結構長めです。お値段が 15,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、フルーツのエクストララージ表記です。白ボディで、胸元に小さめのシンプルなプリントが入っています。グラフィックとして、使いやすいのかと思います。はい、XL 表記ですね。僕だと結構長めの丈になっちゃいます。お値段が、6800円と消費税です。続きましてチャンピオン機ですね。トリコのラージ表記です。 100% コットンの白ボディ、ノートルダムの交渉と3段プリント入ってます。はい、バッグには何も入りません。オリジナルだと思うんですが結構丈縮んでますね。ラージ表記で僕はちょっと着丈短めの感じで着用できるサイズ感です。こちらで6800円と消費税です。続いてドラゴンボールですね。 Z のオフィシャルのタグで 2XL の再表記、2000年のコピーライトです。ネイビーのボディちょっとフェードしてます。はい、ドラゴンボール Z のロゴが入って、はい、おなじみのバッグですね。オーバンのプリント入ってます。全体的にフェードがあるのと大きめなサイズ感ですね。アニメティはバキバキとかジャストサイズよりこういう雰囲気出てる方が、オタクっぽくならない、いい意味でナードな感じでかっこいいと思います。 19,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、L 表記となっております。 50-50 のブラックボディですね。そして、ロサンゼルスキングスのグラフィックが入ってます。はい、そこまでフェードとかはしてない感じですかね。L 表記で僕が合わせてゆったり着用できます。ただ着丈長すぎなくていいですね。お値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね。同じくチームもの。タグ自体は欠損してしまってます。はい、そしてオークランドレイダースのプリント。1996年のコピーライトです。しっかりもちろんソレッソはシングルステッチですね。表記あるとすればエクストララージアップあると思います。お値段が7800円と消費税です。続いてムービー系スペシャルですね、はい、ユニバーサルスタジオの、フロリダのタグついてます。 100% コットンですね。そして袖裾しっかりシングルステッチでジョーズの大判のプリントですね、はい、フロリダのユニバーサルスタジオで売られてたものだと思います。はい、コピーライトしっかり入ってますね。黒ボディ、ドライロットとかこのコンディションで残ってたらなっちゃってること多いんですけど全然問題なさそうです。大きめですね。でこちらで 59,800 円と消費税です。続きましてウィーザーですね、はい、アルスタイルのエクストララージ表記ですね。年代としてはちょっとだけ浅めのものになります。はい、で、フロントにメンバーのことと、でバックですね。2001年の際のツアーになってます。まわたち名が入ってますね。エクストララージです。他合わせてゆったり着用できます。やっぱりバンド T シャツ、ロングスリーブは結構玉数少ないです。25,800 円と消費税です。続いてジェーンズアディクションですね。タグの印字は読み取れなくなってしまってます。でこれはフェードが墨黒に進んでますね、はい、でヌードのグラフィック、ジェンズアディクションといえばですね、いろんなパターンがありますがこれは、あまり見ない方だと思います。はい、で表記こちらは L アップは確実にあります。 XL 表記でもおかしくないぐらいのサイズ残ってますね。お値段が 49,800 円と消費税です。続いてこちらコットンのシャツですね、はい、サイズ表記がこちらは見受けられないですかね。サイズ表記は見当たらなそうです。そしてコットンのハワイアンですね、解禁ではありませんが、和柄です。はい、ちょっとしたシミがところどころにあるようなコンディションにはなります。これはミディアム表記ぐらいのサイズ感になるかなと思います。お値段が 29,800 円と消費税です。
続いてボーリングシャツですね。レディース合わせのボーリングシャツです。でこちら、サイズ表記はこちらも見当たらなそうですかね。はい、メイドイン琉球沖縄の、沖縄メイドのものになります。で胸元にポケットとチェーンステッチ。でバックにもですね、はい、大きめのステッチ入ってます。でこれレディースなので僕が着ると結構小さめのサイズ感になっちゃうかなと思います。ただその分お安めです。こちらで 49,800 円と消費税です。続いてハワイアンですね。レイオンボディです。カハナモクの、サイズ表記、こちらも、こちらは別タグでありますね。L 表記16から16ハーフと入ってます。はい。ホワイトボディで花柄ですね。シミ、焼けがあるのと、こちらですね。アテネノでリペアされてたりだとか、ところどころに、はい。気になる箇所はありますが、柄はいいですね。16から16を切るとゆったり着用できます。値段が 39,800 円と消費税です。で続きましてボタンダウンですね、アローの S 表記です。はい、こちらデッドストックのコンディションですね。はい、でストライプの、多色の柄が入っていて3点止めのディティール、60年代ぐらいかなと思います。S 表記なので僕着るとちょっと肩幅的にピタッとなっちゃうんですけど、コンディション重視の方 15,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、レイオンのシャツです。はい、こちらのタグでサイズ表記は15から15ハーフミディアムと入ってます。はい、イエローのボディで2つ胸ポケがつきます。はい、でバックにチェーンステッチが4段入ってます。こちらは脇下にベンチレーションとかも入ってますね。僕が合わせて全然16ぐらいのサイズ感で着れると思います。はい、お値段が 19,800 円と消費税です。続きましてスウェットですね。こちらグレーボディです。こちらジャージズバイラッセルの L 表記ですね。ポリコットンナイロンの梱包です。80年代ぐらいのボディかなと思います。はい、ラバープリントですね。バックは無地です。はい、裏地まだ結構ふかふかしてます。肉厚ですね。L 表記ですが、このボディなのでそこまで大きいというわけではないです。お値段が 7,800 円と消費税です。続きまして、こちらはポロゴルフのエクストララージですね。そして、こちらグリーンと、ネイビーブラックの配色となってます。はい、エクストラージ表記僕合わせて結構ダボとなるサイズ感です。ただ着丈は長すぎはしないと思います。7800円と消費税です。続いてラルフの、ミディアム表記ですね。ちょっと古めだと思います。でこれ結構珍しいですよね。スウェットの生地なんですけどジャケットタイプ。はい、そして襟はないっていう感じです。はい、珍しいですねこれ。ミディアム表記ですが、僕が合わせてちょっとゆったりするぐらいのサイズ感になります。お値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらジャージーズのエクストララージ、はい、アメリカ製のボディです。シンプルにブラックでラグランスリブの作りになってます。コンディションは申し分ないと思います。エクストララージ表記ですね。需要高いサイズです。6800円と消費税です。続きましてこちらキャンバーの S 表記になります。裏地サーマルのダブルフェイスのボディですね。ちょっと毛玉っぽくなってますが簡単に取れるとは思います。で、折りとしてはリバースと同じ横側に編んである感じです。 S 表記で僕がビタッとなるぐらいのサイズ感ですかね。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。続いてこちら、チャンピオン 90s です。 L 表記のアメリカ製ですね。はい、シンプルに胸元にスクリプトのロゴが刺繍で入っております。はい、シミとかは見受けられないです。 L 表記ですね。こちらで、6,800 円と消費税です。
続きまして、こちら、カーキ色のボディのリバースウェーブ、エクストララージ90年代ですね、刺繍タグです。ボディの色、珍しいと思います。そして、胸元に刺繍が入ってますね。はい。刺繍敬遠される方多いと思うんですけど、これは結構珍しいです。あと、人と被らないっていうポイントもあると思います。こちらで、15,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。トリコのラージ表記ですね。これは結構胸元ガバッと伸びてたり、パンクしてます、がっつり。そしてカプセル189とラバープリントひび割れてていい雰囲気ですね。肩付近のステッチだとか、穴、あとは、リブのダメージ結構進んでます。ボロ系でお探しという方は、これは結構いい感じに進んでるんじゃないですかね。L 表記です。お値段が 15,800 円と消費税です。続いて、ヴィンテージセットですね。こちら、チャンピオンのランタグミディアム表記です。ネイビーのボディに UCLA のラバープリントですね。はい。ホエージミだったり、これはブリーチですかね。色抜けがあるようなコンディションにはなります。はい。フェードも進んでますね。ミディアム表記です。僕が着るとジャストって感じのサイズ感になっちゃうかなと思います。29,800 円と消費税です。続きまして、ナイキのナイロンジャケットですね。はい。こちら。サイズ表記がエクストララージですね。年代としては2000年代全然入ってるものになりますが、これちょっと ACG とか、そっちの雰囲気感じるような、ポケットが斜めについてます。ポケットじゃないですね。ジップが変形でこういった感じになってます。はい。これは作り面白いんじゃないですかね。XL 表記です。僕が言ったりするサイズ感です。お値段が、9,800 円と消費税です。続きまして、ラルフのスイングトップですね。三角タグ。USA 製です。やっぱり球数少ないですね。そして赤ボディで古めの YKK ジップが使われています。胸元に、刺繍でポニーがあります。で、サイズ表記が L です。L 表記、僕がゆったり着用できます。大きめですね。こちらで、7,800 円と消費税です。続きまして、バックシューズ、デッドストックの、商品のご紹介です。まずこちら、アウトドアの、バックですね。リュックサックです。しっかりアメリカ製です。下の方はスウェードになってます。で内側なんですけど、ちょっと加水分解進んじゃってるかなっていう印象です。はい、で、これ僕よくやるんですけど、加水分解してるバッグって重曹入れてお湯とかでガーって洗えば逆に全部きれいに取り除けるんで、それやっちゃってもいいと思います。で、合わせるとこれくらいのサイズ感になります。はい、こちらで6,800円と消費税です。続きまして、シャツですね。アローの BD です。ボタンダウンシャツ。はい、こちら、サイズ表記はミディアムですね。はい、で、3点止めのディティールで、しっかり、オリジナルです、ね。コンディションは全然問題ないと思います。畳んでいた保管時の焼けとかもなさそうですね。ミディアム表記です。はい、こちらで 15,800 円と消費税です。続きまして、シューズにしますか。シューズですね。こちら、80年代ぐらいの、サブマリンシューズですね。サイズ表記が、12の M と入ってると思います、はい。で、箱付きのデッドストックのコンディションで、85年会計ですね。サブマリンシューズと入っております。で、コンディションは、お伝えした通り、全く仕様のないものとなっております。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続いてパンツ類ですね。デッドストックのパンツです。こちらリーバイのスラックスですね。60年代頃だと思います。ウエスト、レングスともに32インチのサイズ表記になっております。はい、で、これはちょっとだけ焼けがありますね。はい。ただ、目立つほどのものではないと思います。あと、マクインパンツではないんですけど、
ベルトループがない仕様となっています、はい。ただ調節はスナップのボタンで効くと思います。実寸のサイズ表記と変わらず3232です。お値段が 19,800円と消費税です。続きまして、デッドストックの、501ですね。ウエスト30インチ、レングス29インチで、オリジナルのギャラチケとかシールも残っているコンディションです。はい。これはもうジャストサイズで、お探しの方、のり付けしていいと思います。この色なのでめっちゃいい色に育つと思います。お値段が 69,800円と消費税です。続いてこちらですね。同じ年代のものです。ウエスト36インチ、レングス32インチ。これはギャラチケだけ欠損してますね。はい。コンディション、言うことなしです。デッドストックのコンディションですね。お値段が 59,800円と消費税です。続きまして、ヴィンテージのデッドストックです。501、ウエスト、レングスともに30インチですね。そしてギャラチケと、すべて残っていて、ポケット裏がシングルステッチですね。のスモール E なので、66前期のデッドストックのものになります。ボタン裏は6番ですかね。はい、6番です。これはもう、どんどん、まあ言ってしまえば、一発履いただけでデッドじゃなくなるっていう、ヴィンテージのジーンズなんですけど、はい。焼けとかもなさそうですね。オリジナルのレングスです。毛羽立ちもまだまだあるコンディション。水通ってないので、レングス、ウエスト、ともに表記と同じサイズになります。はい。66前期のデッドストック。こちらで498,000円と消費税です。で続きまして、ショーツですね。カーハートのダックショーツです。こちら、サイズ表記、ウエストが30ですね。はい。そして、薄手のダック地ですね。こちらは、全体的に、シミがあったり、使用感があります。はい。で、レングス、ウエスト、実寸で32インチです。お値段が7,800円と消費税です。続いて、リーバイスの、ホワイトのショーツですね。はい。サイズ表記がウエスト33インチとなっています。はい、ジッパーフライですね。こちら、茶色のタブがついてますね。そして、レングスはそこまで長くないと思います。ちょっと短めのショーツって感じですかね。はい、こちらでお値段が6,800円と消費税です。ウエスト実寸で34インチです。続きまして、こちらオーバーオール。オーバーオールというよりはちょっとワンピースっぽいような作りですね。はい。で、こちらのタグで、結構バキバキのコンディションですね。水そこまで通ってないと思います。可愛らしいデザインですね。こちら、僕が着るにはちょっと、ウエストきつめかなって感じだと思います。はい、小柄な女性の方、それです。7,800円と消費税です。続いてこちらカーハートのリップストップのパンツですね。ウエスト34インチ、レングスが30インチでネイビーボディです。リップストップのカーゴパンツですね。これも W2 に次いで人気のアイテムかなと思います。実寸でウエスト34インチ、はい、レングスが30インチです。お値段が 12,800円と消費税です。で続きまして、こちらも年代は浅めです。サイズ表記、ウエスト34、レングスが32ですね。こちら、ブラックのリップG。そして、カーゴタイプですね。はい、実寸でサイズ、ウエスト34インチ、レングス32インチです。お値段が15,800円と消費税です。続いて、ポロチーノですね。ラルフロレンです。サイズ表記が、ウエスト34インチでレングスが30インチですね。そして、きなりのボディです。はい。ちょっとしたシミ汚れがあるかなというコンディションにはなります。
実寸でウエスト34、レングスが27インチです。6800円と消費税です。続いてこちら51のフィールドパンツですね。サイズ表記がミディアムレギュラーとなっております。で特にボタンの欠損等もなく、ジッパーもしっかり稼働する、はい、コンディションです。ただ、こちらですね、お尻のあたりにリペアが1箇所ございます。その他は、コンディションとしては問題ないかなと。まあ、膝あたりですね、この辺にもリペアがあります。ただ、リアルなミリタリーらしくていい雰囲気だとは思います。実寸でウエスト35インチ、レングスが29インチです。25,800 円と消費税です。続きましてこちら、リーバイですかね。はい、リーバイスです。アクションスラックスですね。紙タグもしっかり残ってます。ポリのスラックスになります。この辺もリーバイスのスラックスでは定番じゃないでしょうか。こちらはフレアのシルエットではないですね。ストレートのシルエットです。実寸ウエスト30インチ、レングスが27インチですね。お値段が6800円と消費税です。で続いてこちらダックのパンツになるんですけど、ボタンフライで、特に内タグとかはなさそうです。あ、こちらにございました。こちらに内タグがついていて、ダック地のパンツなんですけど、あんまり見ないと思います、これは。そしてバックレバックっていう面白いディティールだと思います。年代としては80年代ぐらいだと思うんですけど、実寸でウエスト35インチ、レングスが36インチです。お値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらリーバイのシルバータグですね。ルーズシルエットです。はい、3032のサイズ表記となってます。シルバータグしっかりパッチも残ってます。で、ルーズシルエットと入っていて、テーパードがギュッとかかっているような、シルエットですね。はい、実寸でウエストが30インチ、レングスが34インチです。お値段が 15,800 円と消費税です。レングス長めですが、テーパードしているので、溜めて履いてもいいと思います。続いて、ラルフですね。ポロスポのミディアム表記、香港製ですね。ポロスポのスウェットパンツです。はい、こちらに、刺繍でロゴが入ってます。しっかりポケ付きっていうのが嬉しいポイントですね。はい、裾はリブでキュッと締まってます。ウエスト32インチ、レングスが29インチです。お値段が6800円と消費税です。続いてこちら、ランチパンツですね。こちらのタグがついていて、デッドストックのコンディションです。サイズ10、ウエストは22インチと入ってます。はい、でランチパンツなので、ジッパーはサイドについて、ボータロンが使われてますね。そして、パールのスナップボタンでポケットを開閉できる仕様になっています。これは僕は着用は難しそうですね。ウエストが実寸で24インチです。でレングスが30インチですね。お値段が 29,800 円と消費税です。続きましてビッグマックですね。ビッグマックのヴィンテージのスカートです。はい、ジッパーフライですね。そして刻印スナップにビッグマックと入ってます。これは、オリジナルではないと思います。ここは別布でこうスカートにされてるっていう仕様ですね。実寸でこれは26インチ相当ですね。お値段が6800円と消費税です。続いてこちらは、501ですね。ウエスト34インチ、レングスが32インチです。比較的濃い方かなとは思います。色残ってる方ですね。毛羽立ちもまだまだ残ってます。
実寸でウエストが32インチ、レングスが28インチです。お値段が 25,800 円と消費税です。続きましてこちらリーバイスのジッパーフライですね。でパッチが550です。ゴッドナンバーがウエスト33インチ、レングスは31でオレンジタグがついています。で550なので渡りのあたりは、渡りの箇所は太くて裾に行くにつれてギュッとテーパードしているシルエットです。はい、実寸でウエスト32インチ、レングスが29インチです。12,800円と消費税です。で続きましてこちらですね、リバイスジッパーフライです。はい、で、ロットとしては505ですね。パッチは欠損してしまってます。でそしてこちらスモール E のシングルステッチで、ボタン裏の刻印はちょっと読み取りづらくなってますが、年代としては66前期の年代の505ですね。はい、で色味もそこまで悪くはないと思います。ちょっとした穴があったり、あとは裾は上げられてますね。はい、でバックのポケットあたりもスレが生じているって感じですかね。進んでウエスト、レングスともに29インチです。お値段が 29,800円と消費税です。で続きましてこちらは501ですね。はい、501の、ウエストが30インチで、レングスは33インチの表記ですね。でポケット裏はチェーンステッチのスモール E で、耳付き、赤耳の年代ですね。これは裾は上げられてます。ですが、チェーンステッチでしっかり上げられているので、気になりはしないのかなと思います。ペンキも飛んでいるコンディションです。こちら、ウエスト、レングス、ともに30インチですね。お値段が 49,800 円と消費税です。で続きまして、めちゃくちゃいい色ですね。はい、501です。こちらは、はい、WX ですね。WX なので、こちら隠しリベット、スレキュラのリベットはカッパーとなってます。はい、で、パッチ自体は、こちらは欠損してしまってますね。ただ、レザーパッチのかけらがちょっとだけ残ってます。そして赤タブ、片面ですね。片面の年代です。ステッチ抜けやスレ全体的にあるコンディションにはなります。また下もですね、はい、スレが生じています。こちらはヒゲめちゃくちゃいい感じに出てますね。ステッチ付近は当たりしっかり出てて、外側に抜ける感じで、膝のあたりもですねめっちゃいい色だと思います。でこちらはレングスは上げられてると思います。はい、バックの色も相当いいですね。膝裏、はい、濃淡しっかり出てます。で実寸サイズがウエスト28インチです。レングスが30インチですね。お値段が 258,000円と消費税です。本日もご視聴ありがとうございました。今週末ですね、土曜日に、ベルベル人本店&ベルベル人フェイクアルファの方で入荷がございます。今月も結構いいヴィンテージ入ると思いますので、ぜひ皆様のご来店お待ちしております。